さん、こんにちは。花です。今回も日曜日がやってまいりましたので作り置きをしていきたいと思います。本日の作り置きのテーマはズバリ時短になります。そして今回動画で紹介するレシピはすべてこちらの私の本の中から抜粋したレシピちゃんたちになります。なので簡単で美味しいお料理が作りたいっていう方はぜひぜひよければ私の本をご覧ください。というわけでじゃあ今日もお料理していきたいと思います。ではクッキングスタート。というわけでこちらが私が今日の作り置きで使う食材になります。まずは豆もやしナムルを作るのでもやしでしょ。で鶏肉はこれ2キロのやつ買ったんやけどひき肉に半分ぐらいかなしちゃいます。でつくねを作るのでそのひき肉を使います。と肉じゃがを明日の夜ご飯用に作りたいのでこれ豚肉ですね。豚肉があるのとマカロニサラダ用にマカロニパスタとハムとキュウリでクッペを作るのでハムちょっと残しといてハムと枝豆でクッペパンですねを作ります。とかぼちゃでかぼちゃサラダとじゃがいも、人参、玉ねぎはこちらの肉じゃがを使うようにちょっとだけ、はい、使わせていただきます。で残った人参と小松菜で小松菜のごま和えを作るっていう感じになります。あとこの人参と玉ねぎとケチャップとちょっとここに大きすぎて映せへんねんけどパスタの瓶があって、はい、そのパスタでお弁当用のボロネーゼも作っていきます。というわけで今回作るのは8品かぼちゃサラダ、もやしナムル、小松菜と人参のごま和え、マカロニサラダ、ボロネーゼ、クッペ、そして枝豆つくねと肉じゃがになります。では早速お料理をしていきます。はい、では今日はクッペから作っていきたいと思います。用意するのは強力粉、お砂糖、お塩、ドライイースト、まああれば黒い煎りごまを入れても可愛いです。まずは強力粉を入れます。強力粉は 250g、 ちょっとできるかな。お塩を入れていきます。お塩は 4g、お砂糖は 20g 入れます。ドライイーストも 4g 入れます。あった黒ごまは大さじ1ぐらい。ではお湯を入れていきます。お湯というかぬるま湯か。そしたらまずはヘラで全体を軽く混ぜていきます。では手に変えてギュッギュッと全体をしっかりとこねていきます。そしたらちょっと大きめのタッパーに生地を入れて蓋をしっかりします。でこれは30度で30分間発酵させていきます。オーブンがある方はオーブンでやってもらってもいいし、もう春夏この季節は室温でも正直大丈夫です。私は今回オーブンを使うので、はい、室温で発酵させていきます。ではおやすみなすって。では次はじゃがいも、玉ねぎ、人参、そして豚肉を使って肉じゃがを作っていきたいと思います。これは私は明日の夜ご飯になるんやけど全然みんないっぱい作って作り置きとかしちゃってもグッドだと思います。では作っていきましょう。ポイントとしてはね、お野菜の大きさを一口サイズ全部一緒ぐらいに切ってあげることがポイントです。人参は半分に切ってまた真ん中で切るでしょ。でこれを斜めにポンポンって乱切りにしてこれぐらい、そんな言うほど大きくない、まあめっちゃ大きく切ってやっても美味しいんやけど大体一口サイズで、じゃがいももこれと一緒のようにちょっと一個だけ先に見せます。切ってこれぐらいかな。本当に一緒のサイズっていう感じにすると火の通りも一緒になるし見た目も綺麗やしっていう感じになります。ただ玉ねぎはちょっと例外で、玉ねぎはねちっちゃく切りすぎるともうすぐ溶けてなくなっちゃうので、はい、玉ねぎだけはなので少し大きめに切ることをおすすめします。で私のレシピ本に載ってるのは一人用の一人暮らしのレシピ本なので一人分になるんだけど、もしねいや2人分にしたいとか、私も今回2人分作るんやけどそういう場合は2倍にしてもらったら全然大丈夫です。玉ねぎは半分に切ったら
放射線状に包丁を入れていきます。4回入れるぐらいでいいぐらいかな。1、2、3、あ、ごめん、3回でいいわ。4等分になるようにっていうことが言いたかった。はい、ではお肉を炒めて肉じゃがを作っていきます。これでまずは豚肉を炒めていきます。肉じゃがをこれで一回煮立たせてから、ガーって煮立ったら火を弱火にして20分落とし蓋をして煮込むっていう感じになります。真ん中に穴を開けたアルミホイルをかぶせて、ちょっとちっちゃかった、あ、破れちゃった、まあいいや、かぶせて弱火にして20分間煮ていきます。そしてもやしは OK なのでお湯を捨てます。ナムルを作っていきます。しっかり水気を切って、あったかいうちに味付けしていくことがナムル作りのポイントです。とお醤油が小さじ2、白い煎りごまですね、もうたっぷり入れて、これでもやしナムルは完成です。そうしたらマカロニサラダ用にきゅうりをスライスしておきます。もんで水抜きをしておきます。じゃあ水気をしっかり切ったマカロニをボウルに入れて、でハムときゅうりも入れます。今回きゅうりめちゃ多めです。玉ねぎ余ってる、半分余ってるのがあるので、ちょうど玉ねぎも入れちゃいます。では入れていきます。マヨネーズを大さじ2とお酢を大さじ1。ごめんね、私はもう目分量は測ってないけど、みんなはあのレシピノートに書いてある通りにやってもらえれば美味しく作れると思うので、はい。でお砂糖が小さじ1、コショウ、ちょっと食べてみよう。いただき、うん、うん、うん、これでマカロニサラダは完成です。次はかぼちゃサラダを作っていきます。かぼちゃはちょっとこれは大きすぎるから半分ぐらいしようかな。ではかぼちゃをちっちゃく切って火が早く通るようにしていきます。かぼちゃは普通にお湯で湯がいてもらってもいいし、天日焼きがあればレンチンしてもらっても OK です。じゃあこれで2分ぐらいかな、600ワットで加熱していきます。おー、いい感じ、かぼちゃがしっかり加熱できたので、まずはフォークでちょっと潰していきます。いい感じに、全部マッシュしなくてもいいけど、あのゴロゴロが好きな人は少し形残してても OK っていう感じです。ちょっとフォーク、マヨネーズとベリーも今回は入れます。レーズンとかナッツでも美味しいよ、何でもいい。そしたらこれをさっくり混ぜていけます。はい、これでかぼちゃサラダの完成です。そしたら次はこちらですね、小松菜と人参を使ってごま和えを作っていきます。一口サイズ、3、4センチぐらいかなに切っていきます。人参はこんなもんかな。これはタンザク切りにしていきます。じゃあこちら小松菜と人参のごま和えを作っていきます。作っていくって言っても超簡単。これは材料はすりごま、醤油、砂糖のみ。すりごまをたっぷり、ちゃっと、これで小松菜と人参のごま和えは完成です。
じゃじゃん。30分経ったクッカちゃん、ちょうどいい感じに発酵、完璧です。じゃあこの子を形作っていくんやけど、全体的にしたらいい感じでしょう。そしたらこれを4等分していきます。4等分やとちょっと大きいか、5でもいいか。あ、ちょっとこの生地大きいな。そう、これをしているとね、どの生地に生地をやりすぎたかっていうのがすぐ分かるから。あ、これ逆にちっちゃいわ。横に伸ばしてって感じで、まん丸に伸ばしていきます。形をこうやって奥の変えながら、よいしょ、ハムを置きます。2枚置いてもいいし、半分だけでもいいし。で、枝豆をちょびっと乗せます。ほい、そしたらこんな感じで乗せたら、これをちょっとして、お月さんみたいな半月を作るような感じで、おい、これで完成。ちょっと先っぽをピンって刺しとこうかな、今回。はい、こんな感じで形を作ったら完成です。これを発酵させていきます。パンにちょっと空気を入れて、これで焼いていきましょう。じゃあ、あと残り2つ、つくねとボロネーゼがあるから、それを作っていきます。今で、お、結構時間かかってる。というわけで、まずはボロネーゼから作っていきます。ボロネーゼは玉ねぎと人参をみじん切りにしていきます。グッと押さえて切っていく。ソースを作ってる間に、つくねもやっちゃいます。ケチャップ、よし、これでボロネーゼを完成です。じゃ、つくねをいつも焼くときに使ってるのは、こちらのアイスのやつをやると、もう形作りが楽楽。ほい、じゃあここにみりんと醤油と入れます。クッペがめちゃめちゃ可愛く焼けました。というわけで、今日の作り置きはこれで完成です。はい、というわけで本日の作り置きはこれで完成です。今日のメインはこちら、クッペちゃんたちになります。そしてこちらが肉じゃが、枝豆入りのつくね、ボロネーゼと、副菜は豆もやしのナムル、小松菜と人参のごま和え、かぼちゃサラダとマカロニサラダになります。そして今回作ったこれらの献立は、すべてレシピが私のレシピ本に載っているので、こんな感じのを作りたいっていう方はぜひぜひ本もチェックしてみてください。というわけで、今週の動画もご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。